クルバツキシュポルツキクルブズリニスキモスタルは、ボスニア・ヘルツェゴビナモスタルを本拠地とするサッカークラブであり、他にバスケットボール、ハンドボールなどの部門を持つクロアチア系、総合スポーツクラブ、ズリニスキモスタルの一部。1905年クロアチア人によって創設され、1941年にクロアチア独立国が成立した際は、クロアチアリーグに所属した。 第二次世界大戦後の1945年から、ボスニア・ヘルツェゴビナが、ユーゴスラビア社会主義連邦共和国を離脱した1992年までは、ユーゴスラビアリーグに所属。ボスニア・ヘルツェゴビナ独立後は、クロアチア系協会が設立したリーグに参加し、2000年、ボシュニャク系協会のリーグと統一された、プレミエルリーガに参加した。プレミエルリーガでは2004から05シーズン。 2008から09シーズンに優勝している。2005年 UEFA チャンピオンズリーグに初出場し予備戦1回戦でルクセンブルクの F91 デュドランジュに敗退した。2007年 UEFA カップ予備戦1回戦ではセルビアのパルチザンベオグラードに合計スコア1対11と圧倒されるもののパルチザン側のファンがモスタルで暴動を起こしたことにより失格処分が 下され、予備戦2回戦に進出した。2008年、UEFA カップ予備戦1回戦で、リヒテンシュタインの FC、ファドーツに勝利し、UEFA カップ初勝利を挙げた。なし中、選手の国籍表記は、FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。